はい、バク転パーソナル教室の大将太郎です。伊藤渡です。はい、今日は竹本くんと小永さんに、来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどは団体ですね、組み技を教えたんですけども、次は何をするんでしょうか。次は、男子新体操の個人競技の手具と呼ばれるですね、道具の体験をしていただこうと思います。はい、でこっちからこれまずスティック木の棒です。触ってみてください。硬い硬い長さも結構長いよね。腕よりもしかしたらあるかな。大丈夫かな。真ん中持ってみて。ああちょっとね、当たっちゃうもんね。当たっちゃう。回せないじゃん。このくらい長いもんね。はい、その後もう一個これクラブコンボっていう、はい、こうやって回したりする、ジャグリングっていう。じゃあ俺回してみて。ちょっと回してみて。もうむずいよ、ね、難しい。もう難しいんだよねそれ。この扱い方をねちょっと教えて、はい、後にしようかな。はい、でもう一個がこれリングって。リング2つあります。これはね触ってみたら分かるけど、そう、スポンジが巻いてあります。プラスチックの芯にスポンジが巻いてある。そう、柔らかいよ。でも結構重たいから大変だと思う。でかいよね。そう、でかいから、ね、これねジュニア用じゃないからね。ジュニア用もあるんですけど、もう一回りちっちゃいんですよ。このぐらいですね。これどう扱うねんな。はい、それから最後がロープ、縄跳びですね。普通の、100均とかに売ってる縄跳びとは違って、本当の縄なのでちょっと扱いが難しい。そしてちょっと重たい。ちょっと大将重いな。なんかゴムのやつね、小学校でやるやつあるじゃん、キュキュってやつ。あれとは全然違うと思う。そう、これもちょっと、まあ、ロープができたら一番かっこいいかもしれない。操ってるかも。操ってるかも。ちょっと練習してみよう。はい、やってみましょう。よっしゃ、こんな感じで、じゃあ今日はこれ上手くなりましょう。頑張るぞ。おお。リングです。これ一番オーソドックスな回し方。はい、そうします。手をこうやってパーに開いて持ってる。フラフープこっち。そう、こっちでしてる。そうそう、できる。こっちだったらぶつかんないね。手にかけて、ぐるん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 真似してみて。あー、それだって。おでででででで。うまいうまい。せーの。あ、今だ。今だったよ。おー、うまい。つかんでて、投げる感じで刺す。あー、いいじゃん。あ、そう、惜しい惜しい惜しい。今2つ回せば回す。そう、先生ちょっとお手本、これ練習するとどうなんねんみたいな。そうですね。すごくね。そう思ったら、これをもう一回反対向きにしたりもできる。すげえ。何今の。こっちに戻す。すごい。すごいね。やっぱりやってるから違うよ。手なりそう、はい、いろんな回し方がたくさんやれるダブルやってみる。先生ので、あ、でもね、こっから始めてるっていう。こっから始めて、ぐるーんって回したら止める。ぐるーんって回して、止める。あ、うまい。あ、そう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 。すげえすげえすげえ、できるでしょ。できる。手を見て、ちょっと変えて。さすがにやる、さすがにやる。あんまりやんねえな。あー、やっぱ薄いな。そうそうそう、そんな感じで先生じゃん。そうそう、別に覚えてる。先生別にこうやって回してない。で、言ってるからキュッと。あー、いいね。すごい深いするね。あ、うまい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 。あ、そうそうそう。そう、ここから前飛びに発生します。そう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 。で、こっちに戻すの。前飛び。ぶん回して。
んだこれは、なんだこの国民の音は、わけわかんねえ。それでいいから、これはもうおすすめした。これでもおすすめした CD 言ってますね。これはさ、ちょっと撮ってやる。あー、そういうの、これ嬉しい。そうです、あー、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、レベルアップ。このままこのロープ上に上げて、ちょっと側転して、万歳して、ちょっと、あ、そうこんなちゃん欲しい。今のでもう回しちゃった。得点して、万歳して、ショートリック。ああ、いいじゃん、いいじゃん。ここは本当は早いね。ここは万歳して、はい。あ、うまい。すごい。トマちゃん、うまい。うまい。才能を感じる。これを中指と小指で挟みます。で、人差し指ちょっとできたね。だからもっと足でいいじゃない。後ろも足この白い部分を自分にこうやってかけてくる。そう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 、できるよね。これむずいね。そう。チビです。早いです。そして違う回し方もいっぱい投げた。引っ掛けた右手です。ジャグリングみたいな感じですね。はい。背面で取ったりっていう風に使います。私ね、20年以上やってる。これもまたちょっと上手になってるみたいな感じで、好きな種目はじゃあちょっとだけ練習しといていいかな。傘で練習しといて、縄跳び練習しといて。じゃあそれちょっとまた楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。